ね、初めに背中触らさせてもらって、ここ、これまだ軽く触らしか触ってません、はいはいはい、ここ、あとここで、この押さえたところがね、硬いところがね、痛かったところが悪くなってる場所ですね。あ、そうなんですか、うん、でその辺をね、今からしっかり緩めていきますけれども、この、まず硬いところがね、こことここになってるんですね、はい、でこれはね、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチになってますから。そうですか、うん、今からそれをね、戻していくんですが、はい、初めにね、骨のズレを取っていきますから、こちら側を下にして横向いて進んでいただいていいですか、はい、こうですか、はい、足こうしますよ、はい、こうしますね、はい、で、かけますよ、よいしょ、これでね、ぐーっとひねりますね、そうそう、楽にしてもらって、そうそう、おぉ、今切ってみましょうね、で、この反対側向きましょう、びっくりした、びっくりした、よいしょ、はい、はい、すみません、こうしてもらって、こうしてもらって、はい、入れちゃいますよ、はい、入れちゃいますね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、こうぐーっと、こうぐーっと向きましょう、そうそうそう、一辺座って足下ろして座りましょう、はい、そう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 、あ、なんかすごいびっくりしたでしょ、びっくりした、でね、ここで腕組みましょう、腕でこうです、あ、はい、ここでね、こんな感じ、あ、こう、はい、はいはい、で丸くなってもらって、そのまま後ろだ、後ろ、もう一回手を持ってもらって、そうそう、もう一回グーッと後ろ、後ろ、これはきれいに収まったよね、だからこれで動いてもらうと、なんかちょっと体、すっきりしてない、すっきりしてる、びっくりした、ね、これがカイロプラクティックというものなんですね、はい、ではね、下向いて休みましょうか、はい、ね、見ておいてください、はい、もう今から首触らさせてもらって、見させてもらって、ここと、ここを触ると、ちょっと特にここが痛いんですね、はい、これね、パキパキしてあげるとね、楽になるんですけども、人によってはね、ちょっと痛めてしまう可能性もありますが、大丈夫ですかね、あ、大丈夫です、はい、では今からちょっとパキって取っていきますよ、はい、では右側向いてもらって、おぉ、びっくりした、はい、左側向いてもらって、よいしょ、もう一回右向きましょう、そうっすね、もう全然音鳴らなかったけども、ここだけね、ずれてたんですけども、うん、そんなに首はずれてませんでした、あ、そうですか、よかったですね、はい、よかったです、はい、では以上でございます。ありがとうございました。